お疲れちゃんスラッです。今日は幕作15日目やっていきますというわけでですね、現在5300ね、もうすぐ5500いきます。で、5500いくとなんとね、チャンピオンがね、はい、アンロックされますよと。まあレベルどうせ上げれないと思うんで、まあ使うかはちょっとわかんないし、まあ多分使わないと思うんですけども、まあとりあえずチャンピオンがね、敵としても出てくるよっていう、はい、ちょっと楽しみにね、やっていこうかなと思います。で、一旦すごい順調な感じで進んではいるんですけど、もう5500いった瞬間にこのキングの旅路が33レベルまでね、はい、行かないとアリーナが上がらなくて、まあ先へは進めなくなっちゃうっていう、まあ調子いいっちゃいいんですけど、なんかこの仕組みが変わっちゃったことによって、なんかこう勝つ負けるとかじゃなくて、なんかこの負け策的に大ピンチでさえなんかサーバーがというか、なんだこの企画がただただピンチに陥ってますが、はい、まあ、とりあえずそんなことを考えてても負けたら意味がないので、普通にね、はい、負けないように頑張ろう。だいぶユニレベル仕上がってるんで、まあ、このままいくと本当にふざけて言った7500がもしかしたらいけるんじゃねえかっていう、まあ別にふざけて言ったわけではないんですけども、ちょっとやだな。笑えないぐらいビビドラ吐くやんさあちょっと危ない、なんかちょっと強そうじゃね、ウッドだけやめてほしい。いや、でかい。いやー、フェニックス強すぎてプリンセスを一口でパクリと。さあ、バルーンでしたね。マジで冷静な俺は、いやー、マジ冷静すぎるいや、これ素晴らしいんじゃない、今の対応。いやー、あんまここにコスト使いたくないけど、冷静に12レベルは高いっす。はい、まあでもタレブ11か、まあ13レベルが高いぐらいか。よいしょ。さあ、一旦まあ耐えて、まあタワーよりね、上のレベルの相手だと、これ危ねえかな、ちょっと危ないんだね。12レベル以上には気をつけていかないと、普段通りの防衛とかをしてると思ってる何倍もね、削られちゃうんでね。さあ、12、13、この辺が安定してくると、マジメガナイトのレベルを上げなきゃ結構怖くはなってくるっすよね。さあ、フェニックスでもう全部食って、あえてタワーレベル10だもんな、俺より下やん。はい、これで勝負つけさせてもらって、ああ、メガナイト使ってるんすね、コストがなくて。おい、さあ、ナイス。もう俺の今の目標はメガナイト上げること、そしてちょっとレベルを全体的に上げることかな、本当に。だいぶね、対戦自体は安定してる。正直、子役はもうそんなにいないし、ホグもそんなにいない。きつそうなマッチアップが少ないっすね。で、やべ、普通に忘れてましたけど、これ強化しとかないと、あれっすね。まあ、とりあえず余るっていうのと、ボムタワーレベル11にしてなかったで、それでちょっと負けたら本当もったいないんで、スケルトンさえも、さあ、ブーストポーション使ってね。はい。ここどうせ余るんでね。使っていかなきゃ損ですからね。さあ、タワーレベル12。まあ、言うて負けないわけじゃないかな、俺も。てか、負けたら終わりなんでね。あー、タワーレベル12でレベル11はね、普通にうまいぜの可能性があるね。おや、さあ、バルキリーは正直ウォールブレイカーで釣れるが、あー、これちょっとやべえかな。いやー、なんかちょっと怖かったなやんなめやんなめ、あー、めっちゃ枯渇系だ。枯渇デッキっすね、ザ枯渇バルキリー。なんだ、やばい、呪文がさ、ウッドなんだけど、だいぶ横に、だいぶ横に曲がってたな。
さあこのダメージ美味しい。もう逃げ切りたい。いやマジでだいぶ鈍いぞスタンプ押してるからか。いやマジでかいな。なんかああでもそれが強いんだ。いやでもたまたま、ああ振り向きで美味しいな。まあでもコメントで5500いくともうほぼタワーレベル13しかいなくて、何カンストとかが当たり前みたいなに増えてきますよみたいなコメントも結構あったんで、まあ、ほんとこっからですよね。前回も6000いって負けてますから。ね、余裕こいてますけど気づいたら負けますからね。本当に突然です。負けは突然やってきます絶対止まりませんこのデッキ。あなたおいさあ、まあそうなんですけど、思ったよりまだ感想に当たってないんですよね。もっとうじゃうじゃ湧いてくるかと思ったんですけど。さあお金おいしい。さあカードの寄付もちょっと積極的にしていかないとタワーレベルが上がんない。そして宝箱の鍵これめっちゃ余ってんで、もう使いまくって新たな宝箱もゲットしていかないとコスパ悪いですからね。容量よくね。さあ開けとく。まあ、ちょっと絶対負けない大作戦ってことでメガナイト上げちゃうか。お金もねギリメガナイトこれ上げれるだけはあるんで、魔法のコインさすがにもったいないな。さあメガナイト12、これで絶対負けない、言い訳できません。まあこれがもう今の俺の全力っすね。これで負けたらもう仕方ない。うん本当に相手を称えるしかできない。さあまた枯渇っぽいやつ来た、よろしく。いやでもマジで楽しみだな、どこまでいけんだろう今回。さあ12、うおーカーストバレル来た。いやてか相手もウッド持ってた、ウッド使ったな。さあいいんじゃない。うわーこれやばマジウッドやな目なんだけど。集中、こういう相手っすね本当に負けられる。さすがに穴目、これミラー穴目とか来るとビビるが、ウッド持ってたんでちょっとずらそうかな。ウッドなんでどっちか入るだろう。これ怖えな、相手ロケット持ってるってなったら普通にやばいかもしんないね。うわーなんかやばいな、待てよロケで負ける、いやマジロケで負けるかもしんない。集中、マジでこれどうしようかな。まあ世界をちょっと一回変えよう、ケツメがないとしたら。うわサイドが逆、ヤナムットね。でも大丈夫、俺にはアーチャーもいて絶対どっかで相手は1枚足りなくなる。もう足りんのんでね。はい、いえうい、でかい。さあ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 いやーいいね、アーチャーがマジいい味出してるぞ。足んなくなるもんな、しかも強要していく。さあこれで足んないね、ちょっと悩んでるね、どうやって守ろうか。よしよしよし、いやー来てる俺の流れが。ここでの
足前目が食らうよね。矢なめ使いたくなってきたんじゃない？矢なめ使わない？使わないならもうユニットで行きまくって。オーケー、よし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 。普通にご了したわ。チンパンプレイ。よし、メガナイトフェニーだけでも強いかな。さあいいんじゃない。これで5400年いかないぐらい、もうすぐだな5400。さあオルレが貯まる。このタスク勝ちでいけ。このお金貯めればオールブレイカーヤンナーメンぐらいなんか頑張ればあげれそうだな。何が遠いか、スケルトンか。さあどんどん行こう。タワーレベル10、まさかの隠した。たまに当たるっすね。さあバレル飛ばしてかっ飛ばしてスケブ。いやこれね、スケブ持ちね要注意なのが、普通にねホグバレルとか入ってるんですよね。でバレル作用率は高いんでね。いや足強、申し訳ねえぐらい強い。さあアチャフェに咲いたんで、逆サイバルーンとか来ると超高回転で回さないといけない。バルキリースケーブレベルはだいぶ低い、だいぶ低いけどめっちゃいってんぞ。さあウィザードスケーブ、さては俺さ今化け物なんかな、ミニレベドルタイのさ相場が分かんねえからさ、全然ねこれぐらいなのかなみたいな思ってたんですけど、もしかしたら俺化け物説あるよな、このトルガイで浮いてる人にやりすぎた、もしかして本気出しすぎてる。さあ上がってくる。これで5400、ちょっとそろそろな、俺に面白い試合をさせてくれよ。普通に強いやつと戦いたい。飢えてる。さあエメラルド25、かわいい。いつもなら限界をね感じてるとこなんですけども、さあまだ余裕ある。雪玉初めて当たったかもしんない。スケブの採用率マジで高いんだよな。あーい、いいね、そういうのよ。待ってた待ってた。タワレベじゃねえ、ペック14。あーちゃん咲いてるな。フェニックスで耐えたいね。こういうのよ、俺が求めてたやつ。ここで普通に負けたらどうする。あーだるいな。ペッカ工場ちょっとね苦手意識あります。いやーこれスケブいたんでね。おスケブ、いやできさあペッカ14とか関係ねえ、上から食べればいい。さあマジでペッコのテンプレだな、エリキモ重長。もうゴースというのが見えてないんですけど、いやーこういうのよね、ドテンプレが出てくるんだ、やっと。遅いよ遅い、だいぶ待ったぞ。さあマジックアーチャーね、いいよボム。いやフェニックス最強、なんかの箱をコウモリで頑張ってんな。これさマジこれで終われる。雪ザップだ、いやー強すぎる。気持ちいい。タワーレベル13、14に出会ってみたいぜ、そろそろか。でもゴルナイ
ゴルナイトなんだっけ、スケキンか。あーまあまあまあ、よかった。アチャクイとかだったらね、なんか怖いですけどね。まあ、ゴルナイも嫌ですけど。さあ、タルブ11、マサネクというのが、紫のバナーになってるってことは相当やってるっすね。もうそのデッキっすね。まあ、ペッカーの可能性が濃い。いや、高回転はええって。ん？待って、やばい。割れん。いや、レベル高すぎや、お前。ちょっと待って、待って。急に無言入りまーす。やばすぎる。肉断念し。いや、マサネクか。マサネクダリエ。マサネクやばすぎ。ないっていうのだろ、しかも。ちょっと待ってよ。ギニレベちなみに負けてます。本気で集中しないといけない、これ。あの樽だけでもめっちゃ痛いかな。いや、でもこれは、うわー、一発でかい。え？ちょ、待って、タルフはやばいって。えぐすぎだろ。いやー、カットンやってんのよくないし。あぶね。あぶねー。ちょっとタル咲いたんで、ここ行きたい。無理してでも行きたい。もう2枚ぐらい行きたい、正直。いや、行った方がいい、これ。俺のダメージ稼げるチャンスは少ないんで、この数少ないチャンスで折り切る。よしよしよし、やべえ、体が強っ。いや、これマジでかいぞ。さあ、あとは引きこもる。うわー、ほぼ全部完走はやばいっすね。ほぼ全部完走。まあ低くて13だもん。いや、この陸行きが多いデッキでも、ちょっと足んねえの、やばすぎ。いやー、よかった、レベル高くしといて。これでこんだけギリなの、やべ。いや、ついていけねえんだよ。いやー、もう許容でいいっすね。さすがにナイト14でさ、おられないよな。いやー、怖すぎ。よかったー、マジで。うわー、これ、結構さ、気抜いてて、これで負けたりしたらさ、もう。どんな言葉、コメント欄で書かれるんだろうっていう。ビクビクしながら。いやー、えぐ。5枚カンストか。いや、強えな。いや、さすがにビビるね。あ、てか急に来たな。さっきのアイテムカンス2枚してるんで。うわ、地獄が始まるぞ。こっから生き地獄だ。さあ、タレフ12、これもやべえぞ。ちょっとタレフ12だぞ。ウォールブレイカー。いやー、これ言うの本当はね、完封できるんですけど、スケがいるやつだな。ウォールブレイカーで逆サイドで普通だったら完封できるんだけど。いや、ウォールブレイカー最強だな、もう。やべ、欲張った。うわ、欲張った。やべ、待って、調子乗りしたフェニックススケでよかったやん。フェニックス温存とか考えんで、ちょっと待って、これもまたガチで集中していこう。気抜いて負けるんだけは一番シャレになろう。ふう、いやー、ペッカだったらでもだるい。まあ、ダックプリューの、まあ、ペッカの可能性は全然あるし、高いっすね、なんなら。
いやこれはフェニックスで食える。もう食えるって言われるもんな。インドラー、あでもこれコストないんじゃね。ザップがデリバリー、いやしかもだいぶ若めの反応。なんか左がめっちゃいってる、なんでだ。いやスケアーチャーでしたねこれは。まあまあいいや。工場来たらルート強制で無理やりボムに行かせます。さあさすがにダメージリードも取っているが油断はできん。いやーボムいいねー、気持ちいいねー。いやもう急にさ本気で相手のレベル高くなってね、そんな変わるっていうぐらい一気に変わってる。まあありがたいですけどね。やっとチュートリアルが終わりましたよ。はい、長い長いチュートリアルでしたよ。5500までの。よし。やっと楽しくなってきたよ。しっかりもらうけどね。おい。いいねいいね。怖いね、ひりつくね。さあそして登場5500なんですけどもよ、もう何回目かこれ。アリーナが上がらんで、これアリーナ上げるには33いるんですよレベルが。33ってやばいけどな。え懐かしい神器やんこれ、めちゃんこ昔やでこんなのあったの。まあそんなわけでアリーナを上げるためにはね、ためにはちょっと無理やりカードのレベルを上げないといけないんですけど、カードのレベルを上げるお金もないとだいぶやばいんですけど、なんとねここでとっておきがあります。はい、このためによ、このためにとっておきました。グローバル大会をねやったので、よいしょ、はい、この報酬受け取ります。グローバル大会負けるまで、負けた瞬間即終了。10勝でね負けました。はい、なのでこの10勝のね、報酬を宝箱500円目払ってあげます。これ、ウルキンとかがあるんで、だいぶ美味しいかなと思います。いやー、このゴールド結構重要っすね。あー、魔法相手 のスペースが足りないのはもったいないんで、もう、これメガナイトに使って、メガナイトガチ13レベル目指す。うん。目指すんで、これでいいやろ。さあ、これでメガナイトに使える。さあ普通にあの1万ゴールドガチでいけえ、でここ15勝できなかったのだいぶ痛いかもな。いやゴールドはもらえてこんな嬉しいことはねえんだけどな、普段嬉しすぎる。お金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 よこせよこせ。いや15勝いきたかったマジで、持ってねえこれ。いやでかっこれ。ワイルドカードあれだな、一旦お金のためにメガナイトじゃなくてあれに使わないといけないわ。しくった、ユニレベ上げれる方がいいっすもんね。さあちょっとせっかくならこういうね欲しいカードが出てくれると嬉しいんですけども、クエイクちょっと強いのいいな。ハズレイ、次メガナイト来てくれたらいいっすね。さあこっちの方が経験値もらえるよと。マジメガナイト来い。フェニックスのみゴールドにできる。渋っ。まあスパーキンにして経験値稼ぎが安牌な気がするな。はい、まあぶっちゃけゴミ箱です。さあというわけで一旦ねレベルを上げて、タワレベマジ上げないといけない。どんぐらい上がるかな。はい、一旦ねあるカードは全部やったんですけど、強化31レベルにもなりません。はい、なので今これマルチ潜ってもトロフィー5しかもらえないんで、まあ、今から5ずつ稼ぐ、100連勝して6000到達プランもちょっとあるんだけど、急に難易度高くならん？
って話なんですよ。まあ、とりあえずこの辺を、まあ、交換してもらって、ゴールドには変えます。ちょっとこっからはね、だいぶ長くなりそうなので、ちょっとまた生配信でいろいろやっていこうかなと思います。まあ、一旦アリーナね、上がるまで、はい、マクサクまたお休みします。では、さらば。